7月9日土曜日朝5時酒田北港に来ています。昨日から酒田に入り車中泊して早朝から釣りスタートです。キャンピングカーの改造も終わり初めての車中泊の釣りです。酒田北港はファミリーフィッシングでにぎわっています。サビキではアジ、サバ、イワシが釣れているようです。ルアーではシーバス、イナダなどが釣れているようです。数はこの場所は初めてなのでサビキ釣りでアジ狙いです。小さなサバが釣れました。片口イワシぐらいの大きさです。今日も横浜に引き続き嫌な予感がします。釣れるのは小サバばかりです。今晩は小サバの唐揚げ確定です。2本目の竿には磯目をつけて根魚狙いです。小サバを泳がせてみましょう。少しサイズが大きくなったと思ったらトウゴロウイワシのようです。この後にアジが釣れたのですがカメラが回っていませんでした。トウゴロウイワシと小サバが入れ食いです。トウゴロウイワシは横浜では釣れなかったので初めての魚種です。全国釣りツアーでは100魚種を目標にしています。360度カメラで撮影してみましょう。360度カメラはドローン撮影のような映像を作ることができます。この場所は車を横付けできるので嬉しいです。この後トウゴロウイワシと小サバが釣れ続きました。磯目にはフグがかかりました。横浜ではフグは釣れなかったのでカズチャンネルでは初めての魚種になります。投げさびきもやってみましたが反応なしです。ウミネコが餌を欲しがっているのであげてみました。もっとくれと言っているようです。海中動画撮影をしてみました。360度カメラで撮影しましたが綺麗には映りません。
今度は通常のカメラで撮影してみます。魚影のあるところはスローで再生します。これもクロダイでしょうか。たくさんいます。クロダイでしょうか。海底です。ハゼでしょうか。今日釣れた魚種はアジ、トウゴロウイワシ、サバ、フグの4種類でした。次回はクロダイを狙います。唐揚げと南蛮漬けにしていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。